ねえケイちゃん、いいものを見せてあげるから懐中電灯を消してくれるかしら。いいけど何？見えるまで内緒。置いて行ったりしないから心配しないで。内緒よ。行きましょうか。行くってここで見せてくれるんじゃないの？電気消して歩くのは危なすぎるよ。大丈夫よ、ちゃんと私が手を引いてあげるから。でもケイちゃん忘れているでしょう。私は明かりがなくても大丈夫なのよ。川のせせらぎが聞こえるでしょ？あっちよ。ケイちゃん、そっとしておいてあげて。ホタルの寿命は10日から20日、だいたいそれぐらいしかないんだから。え、そんなに短いの？きっとホタルは水しか飲まないからね。水だけなの？そう、それも綺麗な水があるところでしか生きられないの。Thank you.
んだか消えちゃいそうなところも。今日も力をいっぱい使ってたよね。そうね。でもこれで安心できるわね。まだ安心じゃないよ。封じている主のことかしら。違うよ。夢お姉ちゃんはホタルみたいに消えちゃわないかって心配だよ。どうすれば安心させてあげられるかしら。わからない。そうね。でも私がこんなことを言ってもいいのかしら。ケイちゃん、あなたの血をちょうだい。うん、いいよ、お姉ちゃん。多分、私の血は甘いよ。ケイちゃん、大丈夫？大丈夫だから、ちゃんと飲んで安心させて。ええ。ケイちゃん、これで安心したかしら？なんだか安心。
ケイちゃんの手、冷たくなってるわ。その分、ゆめお姉ちゃんの手はあったかくなってるよ。もうダメよ。ケイちゃんも私を安心させてくれないと。それじゃ、家に帰りましょうか。あれ？おかしいな。ゆめお姉ちゃんがお柱様になってくれたから、お父さんもお母さんも元気なはずなのに。やっぱり火事で死んじゃったのかな。この後すぐに火事があったのかもしれないね。結ばれてゆく記憶の糸。織り込まれてゆく記憶の景色。
そうよ、ケイちゃん。あなたがやったの。せっかく私が犠牲になって、あなたたち一家を助けてあげたのに。そうだ、ケイ。お前がやったんだぞ。お前がお父さんのことを殺したんだ。そうよ、ケイがやったのよ。おかげで私は旦那様の仇を10年間も育てなくちゃいけなくなったのよ。一人で。ケイちゃんがやったの。ケイのせいだぞ。ケイが悪いのよ。殺してしまったのね。殺されてしまったんだ。まさか親を殺すなんて。ケイちゃん。ケイ！いや、私は嫌。何も見たくないし、何も聞きたくないし、何もしたくないの！ケイ！聞くんだ！君は父親を殺していない。